佐賀競馬8レース、交流重賞の佐賀記念です。能力偏差値ですが、B ランクが3頭、C ランクが2頭のレースです。統一指数とグラフによる能力適正判断の有用性を確認してください。これから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に適正を反映した予想印を公開します。指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定20丸打ちました能力偏差値トップ11番名称カズサです。金5走では前走2走前、4走前と黄色線を上回っています。特に前走は黄色線を21、2走前は黄色線を16、4走前は黄色線を24上回る、優秀な指数を連続して出しています。能力的には頭一つ抜けていると思います。前馬比較してみますと、この馬のピンク色が頭一つ抜けていることがよくわかります。距離適正を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は2000メーターになります。指数の青線がピークとなっているところですが、前走の指数のピークは、2000メーター。4走前の指数のピークは、1700メーター、2000メーターは守備範囲だと思います。展開面を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角になります。指数のピークの前走は花を切っての競馬。4走前の指数のピークは5番手からの競馬です。後位からの競馬がいいタイプだと思います。ここで先行力分析シートを見ておきます。一角予想図ですが、逃げ馬2頭、先行タイプが3頭います。ミドルペースを予測します。客室による有利不利は少なそうです。新機能の展開分析シートを見ていきますと、この馬の先行力は80で4位。上がり指数は47で8位になります。ここは好位につけられるだけの先行力は持っていると思います。展開面で大きなリスクはないと思います。上適性を見ていきます。開催上は指数の上の漢字になります。ここが数字の場合は、当地、佐賀での出走を表します。最高指数をマークしたのは小倉になります。ただ、金沢、浦和でも高指数を出しています。地方適性は問題ないと思います。次に暫定丸を打っております。能力偏差値に、6番の K.I. パープルです。金5走では前走、3走前、4走前と黄色線を上回っています。特に前走は黄色線を18上回る優秀な指数です。能力的には先ほどの20丸打ちました11番名称カズサには一歩を取りますが、連帯資格は十分だと思います。距離を見ていきますと、指数のピークの前走は2500、3走前は1800になっています。2000メートルも守備範囲だと思います。展開面見ていきますと、指数のピークの前走は3番手からの競馬。3走前の指数のピークは2番手からの競馬です。後位からの競馬がいいテープです。新機能の展開分析シートを見ていきますと、K.I. パープルの先行力は81で2位、上がり指数は29で3位になります。ここは楽に好位につけられそうです。展開面はプラス評価していいと思います。次に暫定黒三角打っております。能力偏差値3位、8番のライトウォーリアです。金5走では前走と3走前に黄色線を上回っています。能力的には上位2頭には若干劣ると思います。距離を見ていきますと、指数のピークの3走前は1800。3月の指数のピークも1800です。2走前の2000メーターでは指数を落としています。2000メーターは若干短い可能性が高いと思います。展開面見ていきますと、指数の汚染がピークとなっている3走前は2番手からの競馬。3月の指数のピークは4番手からの競馬です。後位からの競馬がいいタイプです。この馬の先行力ですが、96で1位。
上がり指数は52で2位になります。ここは楽に好位につけられそうです。展開面はプラス評価していいと思います。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線になります。馬体重の黒線と指数の青線の傾向を見ていくと、馬体重を上げて指数を上げ、馬体重を下げて指数を下げる傾向があります。明日も馬体増でプラス評価していいと思います。以上、適正分析を考慮した最終予想の印になります。本命20丸打ったのは11番名勝和佐です。能力偏差値トップの B ランク、レース感覚も高評価しています。対抗丸を打ったのは6番 K.I. パープルです。能力偏差値2位の B ランク、レース展開対戦成績の面で高評価しています。馬券の方ですが、20丸打った11番、丸を打った6番、黒三角8番、この3頭横一線です。この3頭のボックスに3年券なら、白三角打った3番、×を打った2番、ここまででいいと思います。